さていきましょう山城の,、ね、の,の国記は象徴の土域と並んでめちゃくちゃ重要な資料もう全部暗記してしまってもおかしくないぐらいの重要資料ということになりますそもそも山城ってどこですか山城の国は今の都道府県でいうと京都府ねそしていきましょう資料の中身入っていきます今日山城の黒人集会数山城の黒人黒人って何ですか これは別に山城の国の人とだけ言ってるわけではなくてそう守護領国制ってありました守護の下に黒人地侍土民と、まあ、守護を中心とした、ねえー、支配体制ができるでその山城の黒人守護の下にいる昔地頭といったような人たちだ集まってきた上は60歳下は1 5六6歳と云々ぬ下の1 5六6歳というのは当時の、まあ、今でいう成人の儀式なんて言うんだっけ男子の成人の儀式は 原服って言いますけど、まあ、こんなのを経た人たちまあ実際ね一人前として戦うような年の人たちが集まり一国中の同じく一国中の土民ら群集する土民たちも集まってきた今度両陣の辞期を申し定めんがためのゆえとう々ぬ今度両陣をどうしてくれようかその両陣というのは畠山氏山城にいた、えー、畠山氏守護の畠山氏畠山正長と 義成義博と言っても構いませんねこの両人をどうしてくれようかっていうことを決めるために集まってきたねしかるべきかただしまた下克上のいたりなり、うん、下克上ちょっと普段使う下克上という字と違いますけれどもまさにいわゆる意味は一緒下克上でなんで下克上にいたりって言ってるかわかるかなだって黒人がその上にいる守護畠山氏をどうしてくれようかってね まあ、結,結論的には追い出してしまうわけだけどまさに下克上とねそれから続きです今日山城の黒人平等院に会合するまあそんでもって平等院に集まってきた平等院ってどこにあります 平等院と言ったら平等院法王堂ね藤原の寄り道のね寺なんかがありますけどそう山城の国ね宇治ですよね、えー、京都ですでここに集まってきて国中の情報を名をもってこれをさだべしとうんぬんとねこの国のルールをここで決めるんだなんていうふうに言っているそうもう畠山氏を追い出しちゃってで自分たち黒人たちでもうルールを決めていろいろやっていこう、ね、まさにこれが国一揆 黒人たちの起こした一揆という話になりますちなみに資料の出典は大乗院自社増時期これもね一応抑えたい大乗院自社増時期って言ったらお山城の国旗のことかななんていうふうに考えられるぐらいにしておきたいですねはいということで皆さん授業お疲れ様でしたということでね今回私問題出していきたいと思いますということで第一問 文明年年は何年か第二問「良人とは」そして第三問は「出典の作者は」というものですねどうですかいきましょうまずは「文明1七年は何年か」これ文明1七年はねあの今回の資料に書かれてないんですけどこれはあの山城の国一期と一緒の年数です年ですねそれが1485年になります そして第2問、両人とは、両人とはの答えは、はまあ、授業でも言ってましたね、先生が。畠山正長,長と畠山義成の両軍のことです。まあ、義成ね、義成は義弘でもどっちも大きいですね、先生もおっしゃってましたね。そして第3問、出典の作者は仁ン,ンです。それでは続きね、加賀の一向一揆になりますと,とで、皆さん頑張ってやっていきましょう。 はい。続いて今度は、加賀の一向行き。加賀の国ってどこでしょうまずは、加賀の国。そう、これが、石川県ですね。場所、地図ね、ちょっとね、やばいよ。まだ、あんまり定着してないよ。という人は、しっかり確認。で、行きましょう。宿和聖堂という人が、こんなこと言った。資料の中身です。加賀の一向行きね。宿和聖堂という人が、今月5日、越前府中に行く。まあ、越前。加賀の すぐ近くに越前ありますよねこれも地図確認越前は今の都道府県でいうと福井県ですねこんなとこに行きそれ以前越前の合理期税賀州に赴くそう力を合わせる合理期税だから援軍なんだよ一緒に戦うとで賀州そう地図が頭に浮かんでないといけない加賀の国にね越前から加賀の国に要は援軍に行くね人たち まあこれはちなみに朝倉っていう人たちが援軍に行こうとしてるんですけれどもしかりというのも一騎集20万人城を取り巻くそうこの「冨樫」というのはこの時冨樫正親なんていう人がこれ加賀の国を支配している守護だった。 で、まあ、まだなかなか支配っているかわからんけどね。まあ、一応、その、えー、トップのね、守護であった、まあ、富樫正親のいたお城を取り囲んでる。20万人ってすごいっすよね。すごい人数だよね。でもって、ゆえをもって、どうここのか城を攻め落とさる。結局は、城は攻め落とされてしまった。皆、生涯し、生きることを害された。まあ、すなわち、まあ、やられてしまった、死んでしまったということだよね。富樫一家の者一人、これを取り立つ。 ね、最終的には富樫正親がやられてで富樫一家のものそうこれちょっと細かいんですけど富樫安まあ形だけ一騎衆の人たちがこれを、まあ、取り立てたっていう風な形これをトップにして形だけのトップにしてこのあと加賀の国を支配していくということになります。資料のの出典文章は飲料日録っていうものになりますここもぜひ確認しておきたいですね。 そして、同じ、かごの一行一揆に関する資料ですね。えー、安高を守護としてより、そう、今出てきた、戸賀市安高を守護にしましたが、百姓を取り立て、戸賀市にて候う間、まあ、農民たちが取り立ててね、立てた守護だから、まあ、言い,いなりというか、形だけというか、百姓のうち強くなりて、近年は百姓の持ちたる国のようになりゆき候う。最近は百姓の持っている国みたいになっちゃった。 そう農民たちがまさに支配している国みたいになってしまったいうふうに言っていますこれがもう一つ先ほどと違う加賀の遺構域の「実語記周囲という資料に載っている文章になりますはいということでお疲れ様でした加賀の遺構域どうでしたかな今回ね日本立てだったんでねちょっと問題が難しくなっちゃうかもしれません、まあ、ぜひ頑張ってやっていきましょうということで第1問 年年は何年かそして第2問攻め落とされた加賀の守護大名は誰かそして第3問富樫で一家の者一人とは誰のことかこれね第2問と第3問人物をね間違えちゃう可能性があるのでぜひ気をつけましょうもしもね心配だったら授業を見返したいとか教科書とか見てみましょう大丈夫ですかでは行きましょう第1問調教2年は何年かこれもねさっきの 今城の国一揆と同じでこの長距2年は加賀の一行一揆の年になりますそれが1488年そして第2問大丈夫ですかねいきますよ第2問攻め持たれた加賀の守護大名はこれは富樫正親の方ですねそして第3問の方が富樫康隆これね攻め落とされた方と攻め落とした方これぜひね注意しましょうねこれ間違いやすいので漢字はちょっと似てないんですけど名字が一緒なんで、ね、ぜひね間違えないようにしましょう ということで今回は以上です。皆さんお疲れ様でした。